こんにちは、ハッピーチャンネルです。本日は久しぶりの呪術廻戦の動画です。久しぶりだね。本日のグッズはこちら、呪術廻戦朝日飲料のコラボキャンペーンのクリアファイルです。9月6日からこちらのキャンペーンは始まりました。対象のドリンクを買うとクリアファイルがもらえます。詳しくは朝日飲料ホームページまたは店頭でご確認ください。ということで本日は第1弾の書き下ろしクリアファイル全4種をささっと紹介していきたいと思います。まず1枚目はユージです。ユージが笑顔じゃないのってすごい珍しいよね。本当に珍しいね。記憶にないぐらいだな。ねえ、うん、いつもなんかすごいクシャーって笑ってるような、うんうんうん、あの顔が多い印象なのですごい珍しくてかっこいいんじゃないかなって思います。またこのフォトフロックスっていうのかな、これもかぼちゃがスクナになっててめっちゃ彫ってる。本当だ、この書き下ろしかっこいいね。うん、めっちゃかっこいい。最近呪術廻戦のグッズはちょっとセーブしてたんですけれども、久しぶりにちょっと自分の中でやばいこれ来たっていう書き下ろし、ちょっとなんかテンション上がってます。裏面がこんな感じです。みんなのチェキ風の写真、集合写真が載っててめっちゃかっこいいです。めちゃめちゃいいね。2枚目はめぐみのクリアファイルです。安定のこのクールな表情ポッキー食べててもこんなクールな表情、ね、かっこいいってね。ちゃんとね、実はめぐみもお化けのフロップスを持ってるんですよ。これは玉剣じゃないんだね。ね、確かに。あ、でもちょっと待って、まさかの今見つけちゃった。ポッキーらしき箱に玉剣のマークがある気がする。そうだよね、玉剣のような気もする。え、でも肉球あるもんね。うわー、ね、すごい凝ってる。裏面は共通の絵柄なので割愛します。3枚目は野原のクリアファイルです。かわいい、めっちゃかわいい。最近書き下ろしのクリアファイルって野原がこういう笑顔とかなんかちょっとあざとい顔が多い気がするのこれがファミリーマートの時のクリアファイルなんですけど、もうこれめっちゃ好きで、いつもなんか強気な野原が女子って感じのこういう笑顔がもうめっちゃ好き。このギャップがね、やっぱね、男性としてはちょっとたまらないよ。あ、やっぱり、うん、女性でも思うもん、キュンと。そうだよね、かわいい。4枚目は五条先生のクリアファイルです。嬉しい実は素顔の顔よりマスクしてる顔の方が好きなんです。やっぱこのマスクしてる中にちょっと見えないかっこよさっていうかね、見えないかっこよさとか、うん、あのなんだろう、セクシーさっていうのがこのマスクしてる時に五条先生がすごい溢れ出してるのですごい嬉しいです。来たーって感じです。久しぶりにかっこいいね。やっぱりかっこいいです。本当にこのフロップスを持つ指なんですかこれ。どこかでできたらやってみたい。本当？じゃあぜひキモいぜひやってみてください。キモいおっさんって言われるんだけどということで、つながるクリアファイル4種類の紹介でした。店舗によると思うんですけれども、コカ・コーラのクリアファイルのキャンペーンの時よりかはあの枚数が多かった印象があります。なので今日行ったらまだあるかもしれないね。はい、なのでぜひチェックしてみてください。これは第2弾もあるんだよね。はい、第2弾は10月4日から配布されます。また今月は9月14日からローソンのコラボキャンペーンもあるので、また呪術廻戦が盛り上がりそうですね。それでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またねー。